皆さんこんにちは。以前は歌手として輝かしい活躍をしていたケイウンスクさんは、現在表舞台で見ることが少なくなった理由には、借金や逮捕、病気による死亡説が上がっていたためでした。またそんなケイウンスクさんと東京都知事である小池百合子さんに姉妹説が浮上しているようです。今回はそんなケイウンスクさんの小池百合子さんとの姉妹説の真相や、借金や度重なる逮捕の詳細、悩まされた病気についてご紹介していきます。ケイウンスクさんは1961年生まれ、韓国出身のモデル歌手です。その美貌とハスキーボイスが加勢で日本で人気歌手となり、大阪暮色、スズメの涙、真夜中のシャワー、花のように鳥のように、ベサメムーチョなど次々にヒット曲を連発しました。1977年に高校生でモデルデビューし、その後2年間モデルとして活躍した後、1979年に歌手デビュー。翌夫人には MBC 重大歌手歌謡祭新人賞を受賞し、その後もヒットを飛ばします。ケイウンスクさんは1985年に大阪暮色で日本デビューし、1988年には夢女で第21回日本優先大賞グランプリを受賞し、 NHK 紅白歌合戦に初出場した。彼女は1982年に実業家のキム・ヨンス氏と結婚し、 NHK 紅白歌合戦には1984年まで7年連続で出場した。彼女の当時の最高月収は1,500万円と言われている。多くの人々がケイウンスクさんと東京都知事の小池百合子さんが姉妹だと思っているため、お二人について見分けがつかないとの声もある。容姿だけでなく髪型も似ているため、ますますそう感じられるかもしれない。また小池百合子さん自身も自分の声枯れについて、うん、と語っていることがある。おそらく、小池萌子さん自身も姉妹説を知っているのかもしれない。ケスさんは、紅白歌合戦に1994年まで出場し、しかし2001年から、突然姿を消しました。その頃、ケスさんは、所属事務所から独立する準備をしており、1986年に実際に独立しました。彼女は自分自身が満足できるコンサート活動をするために独立を選びました。その後彼女はシングル愛一つ夢一つと同じタイトルのアルバムを発売し、順調に独立活動を進めていました。しかし彼女の事務所独立は後に大きな借金問題を引き起こすことになります。彼女の夫は実業家であり、彼女自身も日本で大成功を収めていたため、お金の感覚が麻痺していました。経費を気にせずにお金を浪費し続けた結果、事務所の経営が苦しくなり、借金問題に発展してしまったのです。ケスさんは1990年に実業家のキム・ヨンスと結婚しましたが、離婚した際に彼の借金を被り、さらに借金が増えたと話しています。その借金は3億円とも言われており、2001年には以前の事務所から2億5000万の賠償を求められる裁判も起こされました。この頃からケスさんはメディア出演を減らし、コンサートに活動を集中するようになりました。しかし新曲の発売はなく、翌譜伝からのコンサートも大幅に減少しました。2002年にはついにうつ病になりました。人と話すことも嫌で、コンサートもキャンセルしなければならないほどでした。当時は自分がうつ病だという自覚もなく、毎日死にたいと思っていました。しかし私と母しかいない生活だったので、自殺したら母がどうなるか考えると死ぬこともできませんでした。最終的には医師の助けを借りて生き続けました。当時のメディアには決算の借金はギャンブルのせいだと書かれていましたが、私はギャンブルで借金を作ったわけではありませんでした。私は活動で生計を立てたかったのですが、トラブルの中に更年期障害もあり、
歌うことすらままならない状況でした。キョウ・スペーサーさんはこの年の2月にセルフカバーアルバムを発売し、9月には全国ツアーを開始して本格的に活動を再開しました。借金や体調不良などの私的な問題も解決し、以前のテレビやラジオに出始めたキョウ・スペーサーさんでしたが、2007年11月26日に再び問題を起こしてしまいました。都内の自宅マンションに覚醒剤を隠し持っていたことで覚醒剤取締法違反で現行犯逮捕されました。キョウ・スペーサーさんは取り調べに対し、自分が使うつもりだったと容疑を認めています。借金問題の和解が成立した年、2006年の8月には NHK で堀内孝雄さんと都会の天使たちをデュエットし、久しぶりにテレビ出演を果たしましたが、10月に体調不良による意識不明で倒れて、収録予定だった NHK の生出演がキャンセルとなりました。後年のインタビューによると、その時に事務所トラブルでうつ病になってしまったといいます。覚醒剤については全く知らなかったそうです。薬を使うと頭がぼんやりして、悩みも忘れられたそうです。使い方がわからなかったため焦がしてしまったこともありました。最初は知らずに覚醒剤を使っていたかもしれませんが、気づいてからも使い続けたようです。キョウ・スペーサーさんは東京地方裁判所で覚醒剤取締法違反で有罪となり、懲役1年6ヶ月執行猶予3年の判決が確定しました。そして2008年8月2日彼は母親と共に韓国に戻りました。しかしこの事件には不思議な点もあったそうで、実は覚醒剤を渡りした人物から刑事が彼に電話をかけていたとか、彼は彼らが私を罠にはめようとしているのではないかと一瞬疑ったと明かしています。本当に残念です。でも法律は法律ですので、あなたを罰せねばなりませんと刺してくれた時には彼女も大泣きしたそうです。彼女はこの頃のこと、日本にいる時は仕事が忙しく、母には寂しい思いをさせた、韓国に戻ってからは母との時間を大切にしたかったと語っています。しかしその母親は部屋で一人きりで寂しくいる彼女の姿を見て、お前には一匹も寄ってこないとつぶやいたとか、彼女はその言葉にとても傷ついたと言います。さらに病気により介護が必要な状態、さらに認知機能も低下しだしているようで、口にするのは新しい歌はないのかい、早くテレビに出て歌っておくれという言葉。母の記憶にあるのは娘としての自分ではなく歌手としての彼女だったのです。彼女は母の人生の最後に、私が歌手としてしっかり頑張る姿を見せたいという思いで歌手復帰を決意しました。彼女は2011年5月と2014年2月に日本のテレビにも出演し、活動も順調に再開できたように思われた。しかし2014年8月3日には彼女が詐欺罪で在宅起訴されることとなった。その詐欺内容は、同じ年の4月に高級車のポルシェパナメーラの公演契約書を見せ、出演料2億円約2000万円ガールと主張し、月数百万円でリース契約をしたが、直後にその車を担保に入れて消費者金融から借金をし、その後リース代金を一切支払わなかったというものだった。彼女は幼馴染の友人が車を購入する際の保証人としてサインしたが、裏切られてしまったと主張している。11月13日、第74回 NHK 紅白歌合戦の出場歌手が発表された。 K-POP 系グループは歴代最多の6組が出場。 JO1、 ストレイ KIDEBUGSUSPEND、 セブンティーン、20、 MIS アモ、ルセラフィムらが名を連ねた。今回本誌は20代60代の400人にアンケート調査を実施。